エビナどうした？方がいいぞ。え？ビガハマさん。え？あれ？ヒッキーとユキの？なんで一緒なの？なんでって別に。あ、やっぱいい。大丈夫。なんでもない。休みの日に二人で出かけたらそんなの決まってるよね。そっか。なんで気づかなかったかな、私。空気読むのだけが取り柄なのに。こいつ、なんか変な勘違いを。やっはろー、いろはちゃん、よろしくね。状況はあまり良くなさそうね。そうなんですよ。なんだよ。いえ、別に。あ、うん、そうそう、別に。はぁ、やたくん一緒に乗るべ。飛べ。あんたさ、飛べ先輩、邪魔ですよ。いや、俺これ系苦手じゃん。はぁ、飛べっち、大変そうだね。そうだな、助けてやったら。あ、ユキノ、こっちこっち。由比ヶ浜さん、あなたも来てたのね。なんていうか、ヒッキーと買い物してたらなんか捕まっちゃって。そう。ユキノちゃん遅い。いきなり呼び出しておいてよくもまあ抜け抜けと。いや、しないから。っていうか、あいつ受け取らねえんだろ。男子同士ならセーフだよ。前提がアウトじゃねえか。そうなんですよね。受け取らないって言ってる以上難しいんですよね。ほんとそれ。やだな、怖いな。葉山先輩、2連覇目指して頑張ってください。は、隼人、頑張ってね。ついでに先輩も頑張ってくださいね。おお。いやいや、戸部先輩のことじゃないですから。頑張って。あ、やっぱユキノ、それ似合う。そうかしら。まあ、そうだな。ありがとう。先輩ってメガネしてましたっけ？ブルーライトカットよ。へえ、私もそういうメガネかけてみようかな。お前別にパソコン見ねえだろ。見るし、パソコン超見るし。ユキノ、私にも見せて。お疲れ様です。おー、ひろはちゃん、やっはろー。あ、先輩、こないだはどうもでした。楽しそうな写真ね。先輩に取材協力してもらったんですけど。そう、実はですね、まだページが埋まらなくて困ってて。早い、イロハさん、早い。怖い。先輩どうしたんです？あ、遊んでるんですか？みたいな意味をはらんでいそうだ。いや、別に遊んでるわけじゃ。っていうか、あの女何ですか？あ、先輩の彼女さんとか？へ、でも二人いるじゃないですか。どういうつながりですか？こわ、イロハス、こわ。なんでめっちゃ笑顔なのにこんな冷たい声が出るんだよ。じゃあ、また。びっくりした。あ、ヒッキー。なんだ、由比ヶ浜か。あ、うん、ちょうど今来たとこなんだけど。ユキノ、遅くなってごめんね。あ、ユミコたち打ち上げに行くらしいけど、どうしよっか。
そういえば、私引き小屋にあげたことあったっけ。いや、ねえだろ。あ、そっか。じゃあ今年あげるよ。いや、あ、そう。そういえば、ハヤトは昔ユキノちゃんからもらったよね。あったね。小学校上がる前くらいに春野さんと一緒にもらったことが。打つの早えな。普通じゃん。ていうか引きの場合メールする相手いないから指が退化してるんじゃない。失礼な。俺も中学校の時は女子とメールくらいしてたぞ。嘘仲いいっていうか、まあちょっとね。何なんですかその意味深な言い方。先輩、何なんですか。まあ昔いろいろあったんだよ。まあ昔の話だからさ。